はい、使うのはこちらです。パナソニックフェリエのフェイスシェーバーです。品番が ES2105-P かな。私がねこれ持ってるの見てお姉ちゃんが欲しい欲しいって言って最近ようやく同じの買いました。で見たところほとんどね形は変わってなかったです。こんな感じ。これは付属品のこのヘッドの部分が変えられるようになっておりまして、こうカチッとしてね、そしてパコッと取ることができます。こんな感じ。標準の刃はこういう感じですね。これが普通のフェイスシェーバーです。眉毛を整えるときはこちらのちっちゃいアタッチメントに取り替えます。これをカポッと入れて、そして下引っこ抜くとね、ここに単4電池かな入れるようになってるので、これ入れてください。防水じゃないので濡らさないようにご注意ください。で、アタッチメントがね、もう2個あってね。A と B というヘッドがあります。こんな感じ。A のヘッドの長いのと短いのっていう風にね、ここの内側にこう溝があるの分かりますか？ここに入れてはめ込むと長さがちょっとだけ変わるっていう感じ。で、もう少し短め。こちらが B のヘッドです。はい、こっちが短めですね。こちらも超短と2つあります。今すっぴんの状態で眉毛こんな感じです。ひどいよね。1ヶ月伸ばしていました。眉毛1ヶ月伸ばすとこんな感じになってます。こことかボサボサだよね。でここら辺も結構伸びきっちゃっているんですが、ここね放置するとカモメになっちゃうので、ここだけは処理させていただいております。すごくないこの眉毛。ということで早速やっていきたいと思います。 A のアタッチメントの短い方ですね。こんな感じになります。でここをねオン。聞こえる？聞こえる？これで削っていくんですよ。やっていきたいと思います。でまず私は全然この下とか上とか処理せずに一気に買っちゃいます。こういう風にね毛に逆らってやっていこうかな。細い眉毛が好きじゃないので、一回これで長さだけ整えていきます。はい、少し削れました。そんなにまだ変わってないですね。もうちょっと削りたいので今度は B の長い方です。こちらかなり削れると思うので音聞いててください。いきます。で毛に逆らって OK。 どうですか？少しだけこっちなんか伐採された感じがありますよね。はい、こんな感じ。ちょっとここら辺薄くなったね。よし、じゃあこれから毛抜きとかでね抜くと皮膚が痛むし生えなくなる方いらっしゃるので気をつけてください。私は顔面の毛がね強いんですよ。もうこの髪の毛見たらわかりでしょうけど、顔面の毛が濃いんですよ。強いんですよ。もうこの毛根とかめっちゃしっかりしてるし、眉毛も言っちゃえばなんかもう何しても薄くならないくらい剛毛な眉毛なので、私はそんなにダメージないんですけれども、一般の方はねこの特殊な眉毛されてない方は多分抜いちゃったりすると生えなくなってきちゃったりする方もいるみたいなので気をつけてください。これでやっていきたいと思います。これ結構安全、痛くない。これで下の毛だけやっていきます。気になる方はアイブロウとかでこうラインを引いてその下側だけ削るといいかなと思います。上はこの時当たりません。やっていきます。いかがでしょうか。こんな感じです。もう少し整えようかなと思います。これは肌傷つけなくて綺麗に刈ることができます。ただ少しねポツポツが残るんですよ。気になる方は眉毛サロンとか行かれた方がいいかなと思います。今度は上から。でここの眉尻のところだけ産毛を
整えていきます。ここの角度をここ今決めておいて、で最後にここを決めるんですけど、上のね、一番上の産毛は残すようにしてます。この余分なところだけ取って、産毛ないと不自然になっちゃうので、でここら辺とかも整えていきます。ここのギリギリ産毛のところまで、ここら辺がモサモサだとちょっと変だなと思うので、私はここは削って、一番上のこの少し産毛が生えてるところをピッと取っちゃうとすごく変になるので、私は気をつけてます。一旦お掃除。今こんな感じです。パッと見ここちょっと薄いよね。大丈夫です。最後ここの微妙に残ったところ。私みたいに剛毛眉毛じゃない方はね、抜かない方がいいかなと思います。整いました。いかがでしょうか。メイクして違いを見せていきたいと思います。はい、完成しました。いかがでしょうか。このカラコンはなんと新しく購入した渡辺直美さんがプロデュースされている N ズコレクションのカラコンです。色番がですね、サバ定食っていう面白い名前なんですけれども、すごくないですかこれ。まるでなんかコスプレイヤーさんが使うような色のカラコンですよね。縁がないんですけれども、真ん中だけこう開いていて、あとは馴染むような感じのブルーっていうかグリーンっていうか、なんとも言えない、すごいカラーだなと思います。そして私がつけたら顔が怖い、ヴァンパイアみたいになってる。ということで髪の毛はちょっとストレートにしてね、眉毛が見えるように横に流しました。いかがでしょうか。ということでこれで私の眉毛の整え方終わりです。いかがだったでしょうか。これすごくいいのでね、ぜひぜひ見てみてください。500円とか1000円ぐらいで売られているのって、ここのね、歯のギザギザの網目っていうかね、歯のギザギザの部分がね鋭くないんですよ。これはすごく細かくて肌に直接歯が当たらないような仕組みになっているので、肌を傷つけずにギリギリまでね毛をねこう整えることができます。いろいろ今まで使っていた姉も何回も貸していたらすごく欲しいっていうことで最近買ったみたいです。これは本当に、しかもね物が良かったのか壊れないんですよ。もう7年近く使ってるけど全然壊れないので、これはいい買い物をしたなと思います。当時がね3000円ぐらいだったかな。ちょっと高いですよね。ちょっと高いんだけどね、目が荒いのとかにしてしまうと毛が引っかかったりとかもするみたいなので、私はこれ本当におすすめしておりますので、シェーバー探している方ぜひね、こちらチェックしてみてください。付属品のこの長いやつだとこういうところ産毛とかも処理できるので、すごくすごくこれは本当に週に何回か使ってます。旅行の時もね必ず持っていくアイテムです。ということでね、今回の眉毛の私の整え方のポイントをおさらいしていきたいと思います。まずシェーバーでねこういったアタッチメントをつけて、眉毛用のアタッチメントをつけて長さを整える。その後にこの下のところですね、眉毛の下のところを整えていく。その時にはアイブロウペンシルとかでかたどって、その外側をね処理してもいいかなと思います。3つ目、この上ですね、上から削るようなことはせずに、形はあくまでここのね下のところで作っていくイメージですね。でここ角度つけたければ少し削ってもいいし、角度をつけたくなければそのまま自然にスッと流してもいいかなと思います。ここのねトップの位置ですね、眉山の位置を揃えるとすごく綺麗に見えるかなと思うので、ご自身の顔のバランスに合わせて作っていただくとよろしいかなと思います。抜いたりしちゃうとポツポツができちゃったりする人もいると思うので、シェーバーで整えることをおすすめします。私の場合多分もう医療脱毛とかしないと眉毛はね延々生えてくると思うので、結構諦めています。はい、ということでぜひこの動画が参考になった方はグッドボタン、そしてねチャンネル登録してくれたらすごく嬉しいなと思います。次回の動画はねこのメイクの作り方をご紹介しようかなと思います。今せっかくねハイトーンなので、このハイトーンヘアに似合うメイクをご提案したいと思うので、次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。二宮ゆきでした。バイバイ、またね。